足とこたらですよ。もう前を男は開かないからですね、こうやってね。あそこが安倍が湧いてですね、もう来た 2,3 秒後にはここはもうボラッチ開くとこが開いてしまってですね、今卵んしが2個露出した状態ですが、へぬような会話ですません。じゃあゆり子さん、しゃべっくんやん。昨日もこちらのステージで歌わさせていただきまして、今日は恐れ多いことにジミー入江田大先生の後にさせていただくことになりましたけれども、今日は昨日よりも少し風が涼しいような気がしますよね。昨日の方がちょっと話しかけたらあんまり昨日から涼しいわな。涼しいですね。さあ、お前さが昨日から薄着やっちゅう問題じゃねえとちょっと今日は何ですか、何か衣装を今大丈夫です。衣装を仕込むところでしょうか。大丈夫ですか、はい、昨日はですね、指宿に住んでいる私の親友が、来てくれて、4年ぶりに再会をしましてですね、初めて私の歌を届けることができて胸がいっぱいのステージだったんですけれども、今日は昨日より少しお天気の方も明るさが結構明るいですね。ちょっと向こう側が結構雲がですね来てますけれども、涼しい中、緑の芝生が見える中で歌わせていただく楽しみに今日もやってまいりました。今日は1曲目は何しました。イブスキといえば、イブスキといえば砂蒸し温泉、はい、砂蒸しといえば砂がなかったハイマなんですね。はい、砂がどさつるとこは浜辺でしょ。はい、ということで浜辺に関する歌を歌いましょうか。わかりました。